みんな、ビザードンのお時間だよ。今日も元気に。ぶち飛ばしていくぜ！行くぜ！行くぜ！赤きクミンに負けるのはわかりますよ。あいつ火に強いし、だけど黄色クミンに負けるのは意味わかんなすぎでしょ。なんでや、やっぱりザのフレドラ、出始めだと普通に止まるぜ。リザキクミンは、すぐ止まる。ゼニガメキクミン、チキンニート。オメガニート化させてんだろうが。で、初戦はアイク。世界チャンピオンの影響で増えてます。クエヌからめっちゃ技繋がります。終戦は平気で助かりましたよ。戦場だとマジで手も足も出ないですからね。剣と戦場の組み合わせは犯罪級だぜ。将来剣キャラ使う予定の私は、戦場慣れないと。え、業務剣士使うの？私剣術を扱う程度の能力ありますから。そんな、パックンを捨てたんですか？まず最初から拾ってないです。でもお前職業庭師じゃん。庭師じゃん。うるせえ、アイク使うんじゃい3月投稿予定。お前のアイクはどうでもいいか？なんでや。戦場的には五分な感じか。そうだね。いまいちアイクに対してどう攻めるべきかわからん。クエヌはジャスが必須っぽくて頭にきますよ。もうちょいリザのクエヌの範囲が広ければガーキャンからいけたんですが。そんなクエヌをびっくりザはこう使う。私にはフレドラブッパにしか見えないんだが、あれはクエヌをちらつかせておき技を誘ったんです。アイクの攻撃は発生遅いからうまく引っかかりました。ちゃんと考えてフレドラ撃ってるんですね。当然ですよ。リザ短期の伝道師とチンチン。伝道師とか言ってるけど、ちっともリザ短期使ってる人見ねえぞ。全然伝道できてないです。視聴者の皆さん、今リザードンを使えば、選ばれし者になれますよ。クッソいらない称号すぎる。みんなも特別な存在になりたいよね。ね、別に食えなくてもいいじゃないか。お前だけリザ使ってやいいだろ。だってリザードンがオンラインで食えれば、必然的に全体の勝率が下がって運営が強化対象にしてくれる理由がゴミすぎるんだが。てかさっきフレドラしようとしてませんでした？天空に合わせるとフレドラが勝つんですよ。狙わなきゃ。ここで勝負を決める。いや違うんです、わざとじゃないんです。わざとじゃなくてもひどすぎます。ってなわけで、ちょっとおめえ返上のために魔王狩りしますね。もうガノンはおじさんでも親父でもない、正真正銘の魔王だぜ。魔王は昔から狩られるのが当たり前の存在、覚悟しろよ。ガノンは普通に勝つことあるんですが。タイムの爪。相手が復帰阻止の鬼、リザードンだったことを恨むんだな。リザ対ガノン、普通に相性5分くらいありそうだぜ。ガノン側がどう思ってるかは知りません。上位勢の相性表、ほとんどリザードン有利相性にされてますよ。私がその評価を変えてやりたいですね。無理だろ。メテオスタンプ。いつもの。次の相手はカービィですか。空中攻撃に注意したいですね。ちょいちょいちょい、なんだ目の前にいるキャラは。カービィ知らないんですかマリサ。そっちじゃねえよ、全身黒ずくめの怪しいやつ。それはコナンの犯人だろ。あ、こっちですか。ミスターゲーム&ロッチ先輩ですよ。なんで使ってるんだよ。リザでもゼニでも草でもないじゃん。マリサ、人はどうして重量級に惹かれると思う？え、そうだな、火力が高くてすぐ吹っ飛ばせるからか。そう、でもそんな重量級でも、撃墜までには少し技を重ねなければいけません。ですがちょっと待ってほしい。ゲムオはジャッジで9出せば相手を一撃で飛ばせる。最強キャラ、見つかっちゃったね。何言ってんだ、閉めるぞ。ほら今だって5ですよ。こんな運気の極みみたいな技使うやつが最強なわけないじゃないですか。はぁ、それはジャッジで9出せないクソザコが言うセリフですよ。なんだとこら。真のゲムオ使いはジャッジを外さない。お前ゲムオ使うの初めてだろ。ほら行きますよ。ゴミ。これは乱数調整です。この絶対殺す。引っこもり脱却のために道場に出向くことになったゼニガメ。果たして無事に糸脱却を図れるのか。すごいですねこの絵面、完全に3番道路の底辺争いだ。後ろはお月見山かな。言ってろ言ってろ、いつか進化してチャンピオンになってやるぜ。このゲームではゼニガメ進化できないんですけど。お前知らないのか。ダウンロードコンテンツでカメックス来るんだぜ。マリサさんそれ確実にガセつかまされてますよ。で、前に1回ゼニガメ短期やったけど、少しはマシになった。さっきみたいな感じで空母が上手くなったぞ。褒めろ。すごいね、ゼニガメは空母がリーチそこそこで持続長いから絶対安定して出せるようにしたいぜ。すなわち反転空母ですね。
そろそろ撃墜だよ。私たちに代わろうよ。それじゃあニート脱却の意味がねえ。せーの。なんでリザの後ろ投げより飛ぶねん。てか掴み範囲バグでしょ。掴みに関しては人のこと言えませんよ。行くぜコンボ。しょぼすぎる。プリンは軽すぎてコンボ入れにくいから。プリン相手には下投げのがいいかもですね。それにしてもあれだよね、ゼニガメって派手さがないよね。派手要素はおめえらが持ってったからいけないんだろ。もっと実況映えするおしゃれ技ないんですか。水鉄砲復帰阻止とか。それ不思議そういてこその派手コンボでしょ。うるせえ、スマッシュそこそこ派手だからそれで我慢しろ。よし掴んだぜ。抜けられてますけど。構わん、あとは横スマ当てるだけだ。露骨すぎだろ。当たれば露骨でも OK。 よし、今日の道場はこんなもんだな。だが悲しいかな、これで最終回なんだよね。勝手に終わらすな。このゲーム、リンクが3人いるんですけど、子供リンクとプーンリンクは性能的に何の差があるのかいまいちわかりません。ユニアがヤバいのが子供リンクで、吹っ飛ばしが強いのがプーンリンクです。初期はふとほどいた子供リンク、どこ行ったんだろうな。初期でも今でもいないリザ短期。未来永劫増えません。で、プーンリンク相手はどう攻める?すでにボコボコだけど。リガードン側のできる行動、火炎放射。マジでそれしかないんですか?そういうわけではないけど、これくらいしか安定行動ないです。これ、デカキャラの辛いところね。じゃあどうやって倒すんだ?フレドラはガード間に合いますよ。決まってんだろ。UND。崖狩りの王を投げるなよ、勇者くん。いやそれより、今のダサい名前は何なんだよ。私たちのデスフレアセールを返してください。散々ディスっといて手のひら返しかよ。じゃあわかりました、アンケートしましょう。後日それっぽいフォーム作りますから、未だかつてるようにない無駄なアンケート。もっと生産性のあるアンケートをしましょうよ。例えば?こういうのとか。戦争の引き金になるからダメだろ。やべ。爆弾当たるとコンボ繋がるの辛すぎる。これは4の頃から変わりませんね。仕方ないぜ。あ、話戻しますが、私はキノコもタケノコも食べません。なんで掘り返したし、そもそもおやつを食べません。でもどっちかにはつかないと。じゃあ第三勢力で、どっちかって言っただろ。てかチョイスおかしいだろ。おかしいと言ったら対戦画面もそうですよ。なんでゼニガメが戦ってるんですか、かわれ。おう、私が稼いだダメージ無駄にすんなよ。デキラー。はい、私参上。我不思議そう、扱いのひどさに涙。お互いバースト圏内、相手は意地でも爆弾食う前を決めたいでしょう。うんうん。だから爆弾が必然的に多めになって、隙が増える。つまり武器とかの時間で、今後ろ方向に当たってたよな。謎の判定を作らないでください。フレドラ、そろそろがっつり使用研究しますかね。今日の試合は全体的におふざけ強めでしたので、最後は激アツな試合をお届けします。ラストはマルス。今作はシステム上、ルキナの方が強いんですが、マルスも普通に強いです。チャッチ狩りに注意しましょう。まさに今そのチャッチ狩り状況だぜ。死ななきゃ安い。リードされるのは仕方ないので心を強く持ちましょう。重量級使いの心得です。重量級というか、デカキャラの宿命ですね。デカキャラはほとんど重いからいいんだよ。メンスーってポケモンだ、いましてねー。先端当たったら死ぬぞ。わかってます。そこだ、ね、リガードンの首が短いんだけど、これでも崖上がり攻撃長い方だぞ。あとさすがにこの差はまずいからもう少し頑張れ。先端横スマで死んじゃいます。てかなんでマルスって先端当たると強いんだろう。なんでそんな個性つけられたんだろうな。ふ、物知り霊夢ちゃんはわかります。あ、そう。FE にはポケモンみたいに急所の概念があります。おそらくその要素を反映したのでしょう。結局推測かよ。でもなんとなくそれっぽいですね。ちなみにポケモンと違って能力値とかで確率が変わるよ。さてここまでダメージ稼いだぞ。重さ的にこれでイーブンくらいかな。絶対負けてんだよな。UND。甘い追撃はこれでカウンターですよ。いつの間にかお互いいい感じです。リザードンは掴めば勝ち。マルス側はクリティカル出せば勝ちってとこか。リザードン、行くぞ。さあ、反撃開始といこうか。マルスに先制ワードですよ。今のうちにダメージ稼いだ。結局イーブンに戻っただけかよ。いや、もうマルスの行動は見切った。前半のようなリードは許さないよ。ほんとかな。まずマルスってキャラは基本空中から攻撃してきます。引く前クエムが本当にやらしいです。ってことは対空技を多めに使えばいいのです。対空性能が高めな上強やクエム、相手の空中技をかわしやすい下強、これらをうまく使いこなします。なんかそれっぽい動きはできてるぜ。この試合は小技が光ってますね。OK。キャスが、まぐれです。まぐれかよ。
マルスの上上、後ろにも判定あるのずるい。でかいリザードンだと回避先に当たる悲しみ。よし、そろそろ決起の時。ここまで小技連続だったので大技使います。今まで復帰阻止狙わなかったのは、すべてこのためよ。というわけで、今回もご視聴、ありがとうございました。